何から話しましょう。知識はあなたの糧になりますよ。勉強熱心ですね。良いことです。それもまた歴史の一部分です。これは真実の物語です。どうかされましたか？作戦を説明する。説明は以上だ。なんだ？
お前まだふてくされてんのか。え、そうなの？さすがにしつこくない？イザーク、うざーい。うざい、イザーク。略してうざーく。なんとでも言えばいい。僕は君たちほどお人よしではない。強い警戒心と猜疑心、偵察兵の佐賀ってやつか。ちょっと一緒にしないでくれる？どうして笑っているのかしら、ルルム君。ごめんなさい。タイの雰囲気が変わりました。そうですか。何かありましたね。ちょっとしたことです。私は仲間外れですか？まさか。12月31日、ボンシェルド渓谷の戦いです。ユトランド軍は本体を後方に温存し、バナルガンド単独での攻撃作戦を実行しました。橋頭砲攻撃し、橋が落ちるまで敵部隊を引きつけておく。行くぞ。よし。作戦を開始する。相手にならんだ。ここで肩を当たりかけよう。いい展開ね。次だ。この程度か。よし。手は抜けないわ。邪魔よルシナ。敵をよく見て。くらえ。次だ。この程度か。敵将を撃破した。すごくいい感じだね。授業を始めましょう。戦い方を教えた。覚悟はいいか。気をつけて。この程度か。敵将を撃破した。気をつけて、何か来る。
敵をよく見て。10
授業を始めましょう。何か来る。気をつけて。手は何もない。敵をよく見て。
敵の主戦力が来る。護道たちが間に合わなければ我々で食い止めるしかない。やはり敵は少ない。一気に攻め込みましょう。はい。勝利を得るなら今です。撃退しましょう。は迎撃開始。よし、ドラゴン勝利。どうか安らかに。逃がしません。しかしながら見事です。我が忠義の剣、姫と共にあり。迎撃開始。
けてみろ。この歌を聞いてください。ついてきな。この歌が届きますように。集中だ。この歌が届きますように。逃がしません。我が忠義の剣姫と共にあり。攻撃開始。さすがだな。作戦は成功だ。護道班と合流して引き上げる。素晴らしい。敵の動きにご注意。決めます。勝利は防御。流れを変えて。忠義の剣姫と共にあり。流れを変えて。じゃあそこで皆さん。前方、敵部隊。ゴード、後ろにも。待ち伏せか。来るぞ。歌の力を信じます。行くぞ。
共にあり、勝利を我らに。我が剣、受けていなさい。かかっていらっしゃい。参りましょう。外したか。おい、仕留めるぞ。あれが受け止めてくれたのですね。少しいたぶってから殺すか。受け付けてくれる。甘く見ないでください。勝利を、それを安らかに生き延びてみせます。ごめんなさい。泣きわめいて命乞いでもしてくれれば見物だったのだ。どうやら望み薄か、期待外れだ。下がっている。お前こそよく生き延びた。生身であの崖を下ってきただと。ああ、よし、見つけたぞ。ここで肩をつけ。邪魔よルシナ、敵をよく見て。くらえ。次だ。行くぞ。タイ。格好はいい。
帰るぞ。戦い方を教えてあげる。では抜けないわ。気をつけて、何か来る。続け。気をつけろ。ここは私が守る。楽しい授業だったでしょ。勉強だぜ。助け。覚悟はいいか。引き止め。馬をつける。次だ。激闘を激化した。邪魔を許せない。やっ、この程度か。よし。はっ。見つけたぞ。敵の攻撃に注意しろ。そうだぞ。私、帝国が大嫌いなの。次だ。あいつ、敵の要。サラも行くぞ。ひらめ。これで決めるぞ。サラ、何でもできるんだよ。覚悟はいいか。授業を始めましょう。呪力が高まっていく。覚悟はいいか。せっ、状況が変わる。いくぞ。これなら、この程度。任務完了だ。当然の成果だ。この恥辱、屈辱、忘れはせんぞ。また迷惑をかけてしまいました。誰も迷惑だなんて思っていない。皆さん、王子、お前たちはオフィリアを守る。奴らは彼女を狙っている。王子には消えてもらう。どうした、呪術師。
なんと不快な立ち筋か。何を言っている。この前合わせた剣には烈白の気合があった。立ち筋に信念があった。ところが今日の剣はどうだ。濁るばかりで何も見えん。先日感じた手だれの冴えはどこに消えた。お前こそ今日はよく喋る。何があった。何も。ふぬけた剣にただ失望しただけだ。待ってください。どういうつもりだ。二人とも剣を引いてください。何。私たちには戦う理由がありません。バカな。どうか。この男は帝国四将を名乗っている。戦う理由などそれだけで十分だ。どきません。四将は名乗っているのにはきっと事情があるのです。そうでしょ、レアティーズ王子。私はそのようなものではないと言ったはずだ。いいえ、あなたはレアティーズ王子です。私はユトランドの王女としてイプセリアの王子であるあなたに伝えたいことがあります。お前、いい加減に。イプセリアをお返しします。イプセリアを治めるべきはユトランドでもましてや帝国でもない、王であるあなたなのですから。ルーシ帝国から我が故郷をかすめ取っておきながら、よくそんなことが言えたものだ。かすめ取った。王家が滅びたゆえにユトランドが統治すると言ったな。私にはザレ言にしか聞こえない。ラグナイトを治める国がルーシからユトランドに変わっただけだ。解放などと飾った言葉ではなく、堂々と侵略と宣言したらどうだ。侵略ではありません。私たちはかの国を不当な支配から解放したのです。すべてがより正しき形となるように。確かに今はユトランドがイプセリアを統治しています。しかしそれは暫定的なもの。ルーシ帝国による再度の侵略からイプセリアを、自由を、それを望む国民を守るためなのです。ですが、あなたが王子である以上、あなたの手によって守られるべきです。あなたは国のためにその身を捧げるべきです。私が望むことはイプセリアとの共存、共に繁栄していきたいのです。私はクローディアス皇帝陛下によって生かされた。今はあの方のために尽くすと決めている。王子。綺麗事だ。共存、解放、極めて理想論でしかない。理想を語るなら犠牲を厭わぬ意志と覚悟を持て、陛下のように。貴様にはオフィーリア姫を暗殺してもらう。ならばなぜ私の心は迷うのだ。アムレット、ダメ。何を焦っている。呪術師、ますます剣が濁っているぞ。お前の剣は私と立ち会うに値しない。姫よ、私は堂々とイプセリアに攻め込み、お前たちを追い出すだろう。ルーシ帝国の将の一人として。待て。いけません、アムレット。なぜだ。奴は敵だ。俺もお前も殺そうとした。違います。あの方とは分かり合えるはず。いいえ、分かり合わなければいけないのです。あの方の国を思う気持ちは私たちと変わりません。あなたには分からないのですか。今は理解できずとも
いずれ分かる時が来るはずです。そして必ず彼とも気持ちを通わせることができるはずです。あの男の目を見ていないのか。怒りに満ちた目だ。あんな目をした者にはどんな言葉も決して響かない。あなたも同じ目をしていました。あなたとも分かり合えないのですか。姫、無事ですか。姫、姫、隊長。ボンシェルド渓谷の戦闘もユトランドの勝利に終わりました。新聞各紙は前回のヴァルキリアによる戦死者の仇討ちが成功したと書き立てます。一方、ルーシ帝国は補給線の大幅な見直しを迫られました。誠に申し訳ありません。姫を打ち漏らした上に陛下よりお預かりした大事な樹器と同胞をむざむざと散らした無能なる所業、申し開きようもございません。大行だな、ビクトール。機会はまだあろう。しかしながらこの時期において極めて重要な補給線を断たれることにもなっております。ユトランドは我らルーシを雪に閉じ込めようとしていることは明白。マクシム、貴様ならビクトールのこの結果をどう裁く。ん？なぜ私に。本来遂行するはずであった者の見解も聞いておこうと思ってな。世の任命を断った貴様ならさぞ興味深い意見を述べてくれるのだろう。ご意見申し上げる。今回のような作戦はビクトール・チマシェフ大将の得意とする分野ではございませぬ。真の実力を発揮する場で再起を図るべきかと。ほう、寛大な意見だな。かのごとき汚れ仕事は陛下の波動にふさわしくなく、そもそもやめるべきかと考えますゆえ。マクシム、貴様陛下に何たる無礼を。すべては良き将として。陛下のためになればと思うからこそあえて意見を申す覚悟にございます。ほう。この一件で敵は警戒を強めるでしょうが、あの姫は屈するまいとさらに前に出てくるでしょう。倒すならばその時。一理ある。世もマクシムと同じ思いだ。ビクトールよ、これからもルーシのため励め。はっ。さて、
ビアン会議の招集がかかったと言っておったな。こたびのボンシェルド渓谷の件、列強各国にも驚きをもって受け止められているようで。アンチ・バルキュリア兵器が強化されたとか、イプセリアのラグナイトが彼らのものとなった。実に分かりやすい証になっているようですね。先日大使たちにバルキリアでくさびを打ち込んでいる手前、今回は列強も何かと揶揄してくるでしょうな。列強か。いずれも腹に一物抱えた連中だ。つかず離れず、これまで通り。困ったお姫様だな。参ったね。戦場の真っ只中で説得とは。俺たちの復讐の邪魔さえしなければいい。邪魔してきたら？まさか。なんて言わないわよね、スレイマンは。復讐とユトランドと、俺たちにとってどちらに重きを置くかだ。そういうこと。やめてよ、怖いわよ最近。俺だって王女に何かしようなどとは思わない。うまい利用方法を考えているだけだ。王子の存在も気になる。動き出さないうちにこちらも手を打つ必要があるな。なんか悪だくみしてるって顔だ。アムレート、王子はやはり始末するんだ。俺は列強にコンタクトを取る。一緒に来てくれ。どうだ、強化した武器は。これまでよりはるかに強力で手応えがある。さすがだよバジル。バルキュリアに使ってこそ進化が問われるからな。もっと強化や調整に時間をかけられればいいんだが。きっとスレーマンが手を打ってくれるぞ。なぜそう思う？さっきの表情だ。ああいう顔をした時のスレーマンは信じられる。悪だくみの顔か。なるほど、違いね。アムレート、王女様にインタビューしてみようと思うんだけど、どうかな？どうしたんだ急に。彼女をもっと使えないかと思うんだ。バルキュリアとの歌のこともある。彼女は喋ってくれるよ。言いたいことがたくさんありそうだ。何考えてる？オフィーリアは国を、国民のことを考えている。だからなんだ？俺たちは。おい、忘れるなよ。俺たちは復讐をしているんだ。復讐のために国を動かした。お姫様が国を思うのは当然だし、そうであってほしい。でも俺たちは復讐のために戦っている。何か言いたそうだ。苦しくならないか？なんで？俺たちの復讐だ。俺たちのことを知らないユトランド兵の血が流れている。どうした急に。らしくないぞ。いや、俺たちはこの道を行くと決めたんだ。お前が一番苦しい任務についてることは分かってる。けどな、あの炎の中で死んでった仲間たちや、さらわれたマリア先生のことを思ったら、そんな甘いこと言ってられるか。ああ、俺は時々夢を見るんだ。あの時の夢を。絶対にあの炎は忘れない。真っ黒にすすけた仲間たちの最後の姿も忘れない。マリア先生を最後に見た瞬間のことも忘れない。
忘れるもんか。分かっている、バジル。すまなかった。僕は王女を支持します。逆に滞在人たちの自分たちの復讐のためなら何でも利用しようとする姿勢は、こんな風に思ってしまうのもこれまでの滞在人の情報に毒されてしまっているからなんでしょうか。それでいいのです。彼らは進んで滞在人のそしりを受けたのですから、誇りを持って。話を続けましょう。列強が動き出します。